はこんばんちは。カート大好きおじさんのもみちゃんです。今日は静岡県にある、オートパラダイス御殿場に来ているよ。全日本カート選手権西地域の第3戦が行われるので、今日はその事前練習だよ。ここ、オートパラダイス御殿場は、もみちゃんが大の苦手としているコースで、しかも、いつも通りレースウィークのみしか走れないので、他のライバルたちにも朝をつけられている状態。こうやって走っているこのセッションでも、今日も不調で、ずっと頭を悩ませている状態です。それでもなんとか戦うために、車のセットアップやら乗り方やらを、いろいろ試して、データを蓄積していっております。このセッションもさ、こんな風に何度もピットインアウトを繰り返して、データを蓄積していくという、今年から始めたレースウィークの過ごし方を、実践しております。とにかくデータを集めていって、その集めたデータを組み立ててマシンを作っていく。まだまだコツがつかめていないので苦戦していますが、少しずつでもレース結果につながるような効果がある感触は、感じています。さあ、ではもみちゃんが、仕上げた渾身のマシンで、オートパラダイス御殿場恒例の、パッシングショーをお届けしましょう。こういう時は飲んで忘れろ。はい、富士山に乾杯。富士山に乾杯。行くの。おお、いい。目がピクピクしてる。うまそう。はい、頭切り替え完了。でな、いきなり予選ヒートの映像に飛ぶんやけど、タイトラで謎のキャブレタートラブルが発生して、周りより 500rpm も低い回転数しか出なくてな。マシンの動き、運転もいまいちなのに、エンジンパワーも出なくてさ。ご覧の通りかなり後方の、15番グリッドからの走行となりました。で、今からスタートするわけなんだけどさ、カメラの画角ミスっちゃって、まともに予選ヒートの映像撮れなかった。許して冷やしんす。で、予選ヒートなんだけど、キャブレターの調子も普通になって、なんとか戦えるくらいのパワーは出てきた感じ。それでもセットや運転がいまいちで、ペースは非常に苦しいのは変わらず、それでも粘り強く走って、5ポジションアップの10位でフィニッシュしました。いやぁ、きついなぁ。さて、いよいよ決勝です。予選の内容を踏まえて、車は少し変更を加えました。少しでも良くなってくれるといいな。こちらは勝兄貴。予選ヒートではクラッシュに巻き込まれてしまい、後方からの追い上げとなります。頑張れ。さて、ヘルメットをかぶって心を落ち着かせて、スタートの時を待ちます。グローブに手を通すと、だんだんと闘争心が湧いてきます。この時間、結構好きなんだよね。この時、レースモードにスイッチを入れるみたいなね。さあ、フォーメーションラップの開始です。行ってくるやで。
ました。1コーナーを立ち上がって、位置取りに失敗してどんどん後方に追いやられます。もうスペースがアウト側しかない。リスク覚悟でアウトからまくるぞ。無事アウトからポジション回復できて、なんとか1ポジションダウンだけで済んだ。アウト側に追いやられるのはクラッシュのリスクがかなり高くなるから、正直今のは自分の中では大失敗だった。ただ運が良かっただけ。判定点ですね。こんな感じでオープニングラップは11位で通過。車は少し良くなっている感触。フィニッシュするぞ。だんだんと前の集団に追いついてきた。テールズノーズだ。パッシングすることができるか？パッシング成功。これで10位に返り咲き。しかしこの後、ペースでマサル2台にパッシングされて12位にドロップ。後ろからはカス兄貴もやってきている。だが前がやり合っている。これはチャンス。よっしゃ、ポジションアップ。これで11位だ。そして後半ペースが上がらないので苦しいのだけど、なんとか粘って集団には食らいつく。また、前の選手に迫ってきた。よし、パッシング成功。これで10位だ。諦めるな。しかし、順位を上げられずラスト1周。なんとか後ろから来るカツ兄貴は抑え続けている。そして、前の集団はごちゃごちゃしてきた。まだ何が起きるかわからないぞ。最後までフィニッシュだ。うおお、目の前で2台が弾け飛んだ。ギリギリ避けられた。危なかった。これで8位に上がり、フィニッシュでした。いや、きついレースだった。それでもなんとかギリギリポイントは獲得した。今回はデータ収集はしっかりやったんだけど、運転が合わせきれないのと、取得したデータを組み合わせたセットアップが、まだまだうまくできなくて、結果としては防戦一方のレースになってしまった。でも調子良くなかったりトラブルがあったりと流れが悪い中で、ギリギリポイントを獲得できる順位でゴールできたのは運が良かった。お疲れ様でした。お疲れ様。いや、逃げられましたね。逃げられね。いや、途中結構追いついていけるかなと思ったら後半きつかった。そうですね、後半、リアタイヤが垂れてしまって断食休止でしたお疲れ様。まあちょっとスタートが、ね、あの予選ヒートの不運もあったんです。そうですね、うん、お疲れ様です。ありがとうございます。撮ってます。すいません、ちょっと本当についてくるのが精一杯のレースで、はい、まあ、ポジション上がりましたけど、ちょっとあんま盛り上げれなかったなって思います。車すごくよくしてくれたんですけど、うん、ちょっとドライバーが良くなかったので。タイム的にはだってトップとそんなに遜色ないタイムで、ないですけど、うん、ベースのアベレージがちょっと違うんで、うん、はい、また応援よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。今回も現地にたくさんの方が応援に来てくれました。さらにこうやって画面越しで応援してくれる皆様、そんな応援してくれる皆様のおかげで苦しい中でも頑張ることができました。多大なるご声援ありがとうございました。それでは今日の動画はここまで。今日の動画が面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また見てね。